ネクシアルは、北、インド、ムガル帝国の対立君主。シャア・ネクシアルとも呼ばれる。父は、第6代君主、アウラングゼーブの4男アクバル。1679年10月6日、ムガル帝国のミコアクバルとその日、サリーマ・バーヌ・ベーグムとの間に生まれた。1681年、父アクバルが祖父である皇帝アウラングゼーブに反乱を起こし、 マラーター王国へと逃げたため、ネクシアルはアーグラ城に遊兵された。以来、40年近く遊兵生活が続いた。1719年5月19日、ネクシアルはアーグラの知事ビールバルによって長い遊兵生活を、とれ、対立皇帝として擁立された。理由は、デリーで皇帝、ラフィー・ウッタ・ラジャーと擁するサイード兄弟に対抗するためであった。だが、 8月13日にアーグラは、デリーの軍勢に占領され、ビールバルの政権は崩壊し、ネクシアルは捕らえられてしまい、デリーのサリームガル城に遊兵されることとなった。1723年4月12日、ネクシアルは、サリームガル城で遊兵されたまま死亡した。公費、市女なし ABCDE デリー11、ありがとうございます。